こんばんは、ジャンチーです。最近ポケモンのことをいろいろ調べる系の動画を作っているんですが、そんな中こんな記事を発見しました。ギガジンさんというサイトで2018年の記事になるんですが、タイトルがこちら、ポケットモンスター金銀の体験版データがリークされ、製品版には登場しなかったポケモンの初期デザインが多数見つかるって、なんともそそられますよね。内容的には任天堂さんは1999年のポケモン金銀正式リリース前に体験会を実施していたらしく、その体験版データの中に世には出回らなかった、いわば本当の幻ポケモンたちが眠っていたというわけです。では早速どんなポケモンだったか見てみましょう。じゃん、こんな感じです。金銀のものになるので画像もドットですが、いやーいい感じですね。図鑑説明はどれも現在調査中とのことで、この6体を見て勘のいい方はもう気づいているんじゃないでしょうか。実はこれ第一世代ポケモンたちの進化前の姿で、いわゆるベビーポケモンなんですよね。なんかそう言われるとどことなく見たことあるような感じしませんか。それでは一体一体見ていきましょう。まずはこちら、これはなんとなくわかりやすそうですね。そう、こちらはおそらくロコンの進化前ということで、名前はミコン。確かに尻尾が3つありますね。続きましてこちら、これもなんとなく想像はつきそうですが、この子の名前はパラ。そう、パラスの進化前ですね。パラス、パラセクトに関しては図鑑説明の闇が深いので、この子の説明は見てみたかったですね。続きましてはこちら、この子は見たままですね。そう、ニャースです。名前候補はコーニャでした。続きましてこちらは、これは結構難問ですね。名前を公開しますので皆さん予想してみてください。はい、ふむ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 、こちらはドードーの進化前と言われています。確かにそう言われるとほーって感じがしますよね。続きましてこちらも難問、おそらく名前がかなりヒントになってきます。そんなこの子の名前はベトベビー。もうわかりですね。そう、ベトベターの進化前になります。最後はこちら、超難問。これだけでわかったあなたはもはや大木戸です。それではヒント、名前はこちらです。これでなんとなく分かった方もいるんじゃないでしょうか。そう、バリヤードの進化前です。はいはい、そうですよね。バリヤードの進化前ってすでに実在していて、マネネは正式に登場しているんですよね。つまりこのバリリーナは完全なるボツポケモンで、今後登場する可能性はほぼゼロのガチ幻ポケモンということになります。と、まあこんな感じで紹介してきましたが、ベビーポケモンではない全くオリジナルポケモンも存在していました。というわけで恒例の名前当て、いやこれはもはや命名ですね。それをやります。なんてったってジャンチーは名前当てクイズでここまで来た女ですからね。はい、ポンポンいきますよ。まずはこちらから、チョキーニャ、クルーニャ、トラピ、ドラーピ、イッスン、パオマオ、ファッピー、ファサリス、トゲファサー。ちなみに公式の見解はこんな感じでした。ほうほうほう。あ、なるほどね。まあ、でもこれ、私の、あれじゃないですか？私の名前のがなんか今のポケモン感はあるんじゃないですか？ふむ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 。ノロワラとか一寸でよくないですか？もうなかなか来てると思いますけれどもね、これは。一寸、一寸、一寸ですね、完全に。と、まあやってきましたが、正直ボツにするのは惜しいラストばかりですね。っていうか、もしかしたらスカーレット・バイオレットで登場する可能性もゼロではないんじゃないでしょうか。もし登場するとしたら、予言的中ということで、この動画がバズることを切に願います。では、最後はこちらのポケモンの名前を皆さんに予想してもらってお別れです。シッキングタイムスタート。チコ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 ピピー。ちなみにヒントは皆さんも知っているあのポケモンで、別デザインで今も活躍中です。どうです、わかりましたか。はい、では正解はこちら、ドン、ポリゴン2。いやお前こっちでよかったな。